いつから仲悪いんすか？最初からって一応家族なんすよね。そりゃあれだ、シスコンってやつなんじゃねえすか。まあそうじゃなくてもさ、一つ屋根の下に年頃の男女が住んでたら一応心配もするんじゃねえの。漁師さんにとってはアリスちゃんは本当の妹なわけだしさ。そういや、グレちゃんは自分がアリスちゃん家に引き取られたってことを知ってんだっけ？え？あ？え、どういうことっすか？俺も知ってるしね。いや、アリスちゃんはよくやってると思うっすよ。そりゃそうだ。どうすかね。頭のいいやつではあるけど、本当の兄弟だと思ってるグレーテルが姉の自分への気持ちが恋愛感情だって気づくかな。そうっすね、普通は。アリスちゃんを？まあそうっすね。絶対王政ならぬ絶対姿勢になる。いろいろやり込められてるっすけどね。どう？そのどこから湧いてくるのかわからねえ自信、最高っす。なんで？アリスちゃん的には願ったり叶ったりなんじゃねえんすか？好きなんすよね。
そんなに脆い男っすかね、やつは。だったらなおさら少し距離を置いた方がいいんじゃないですか。別にいいっすよ、俺たち友達じゃねえすか。友達の助けになってやれって俺のばあちゃんもよく言ってた。これた？どう？マジっすか？じゃあ早速助けてもらってもいいっすか？キ君の弟君が傷つけた我が名誉を回復してほしいっす。お姉さん。ねえ、お姉さんってアリス？お姉さんとグレーテル君って血がつながってないって本当ですか？おい、バカやめろって。はあ？言ったら何かまずいんですか？は？
はあ？姉さん、何やってるんですか？君らもうちの姉を捕まえて何やってるの？別に何もねえよなあ。うん、そりゃあもう。まったく、ああいう輩とはいちいち付き合わず無視してください。まさか、ちょっと行きがった田舎の不良どもです。あんなのをわざわざ相手にしませんよ。で、あいつらに何か嫌なこと言われましたか？へえ。今さら気にしたところで遅いですよ。別に僕も気にしないし、姉さんの好きにしたらいいんじゃないですか。ほら、行きましょう。僕たちの家に帰りますよ。僕はあなたを。あんまり暴れないでください。パンツ見えてますよ。ええ、そうです。どうせ僕は大バカ者ですよ。安心してください。別にあなたを傷者にする気はありませんから。見てわかりませんか？ただのリボンです。かわいいでしょ？
姉さんのために買ってきたんです。姉さんに似合う色は何だろうって思いながら慎重に選びました。姉さんはやっぱり白かなって思ったんですけど、僕白い色って嫌いなんですよ。だから結局僕の好きな色にしてしまいました。たまにはいいでしょ。僕緑って好きなんですよね。落ち着くし。それに材質もこだわったんですよ。これ実はシルクなんです。手触りいいでしょ。結構高かったです。ちなみに姉さんの手を縛っているものとお揃いなんですよ。で、ああ見えないか、残念。どうすると思います？あとはこれをこの鳥かごに結びつければ完成です。ピンポーン、大正解です。どうせここからすぐに出られると思ったんでしょ。どっこい、そうは問屋がおろしません。これでそう簡単には逃げられませんよ。似たようなもんですよ。本番があるかないかの違いってだけで。大丈夫です。ほどけやすいようにリボン結びにしますから。姉さんは何が不満なんですか？僕とここで暮らすことが嫌ですか？人権ね。姉さんの人権は手足を拘束されたぐらいで揺らぐものなんですか？ええ、そうですよ。そうかもしれませんね。でも自由になりたいのならそれこそ姉さんの心がけ次第じゃないでしょうか。今日も姉さんは僕の言いつけを破ってよく知りもしない人間を家にあげましたよね。さあ、ぶっちゃけ僕もわかりません。あの人が何者なのか、何を考えているのかもわかりません。ただ、あの人は利用できるから利用しているだけです。賢い姉さんのことですから、ここがどこだかなんとなく気づき始めているんじゃないですか。姉さんは本当に頭がいいな。感心しますよ。
あるからしているんじゃないですか。探しに来ませんよ。あの人たちは僕たちを捨てたんです。そうです。姉さんが信じようが信じまいが、どうだっていいです。僕は、誰かの命令じゃなく、僕のしたいように動きます。ラッピングされた姉さんも、素敵ですよ。いえ、結構です。いえ、別に遠慮なんてしてません。暇なんですか？寝てればいいじゃないですか。へえ。面倒なことから解放されて、むしろラッキーじゃないですか。それは殊勝なことで。トランプでもします？じゃあ、しりとりでもしますか。しりとり。はい、姉さんどうぞ。ご飯。すいとん。思案。内乱。修正案。なんでそんなに最初に運がつく言葉を知ってるんですか。どうでもいいことしますね。別にいいですよ、それで。で始まる言葉よりも
で終わる言葉の方がはるかに多いですから。